テレストは土星の第13衛星である。テティスとほぼ同じ軌道を公転しており、テティスのラグランジュ点に存在するトロヤ衛星の一つである。1980年4月8日に、ブラッドフォード・エース・ミス、HJ ・レー・ゼマ、SM ・ラーソン及び JW ・ファウンテンによる地上からの観測によって発見された。観測には1.5メートル反射望遠鏡が用いられた。 発見報告は4月10日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1980S13 という仮符号が与えられた。その後しばらくの間にわたって数回検出されており、その度に S1980S24S1980S33S 1981S1 と別々の仮符号が与えられた。これらがすべて同一の天体であることが報告されたのは1981年5月18日になってからである。その後1983年9月30日にギリシア神話のティーターンの一人でオーケアノスとテーティウスの娘テレストにちなんで正式に命名され、 サターン13という確定番号が与えられた。テレストはテティスと同一軌道上にあり、テティスの前方にあるラグランジュ点に存在している。このような衛星はトロヤ衛星と呼ばれる。カリプソも同じくテティスのラグランジュ点に存在しており、こちらはテティスの後方のラグランジュ点に位置している。なお、テレストがテ,ティスと同じ軌道にあり、 力学的に安定なラグランジュ点に存在することは、1981年に明らかにされた。この状態は、軌道力学の観点から言うと、テティスト・テレストが1、1の平均運動共鳴を起こしていることを意味している。2005年10月11日、土星探査機かシーンには、テレストに 14,500km まで接近し、画像を撮影した。 画像から、テレストはいくつかのクレーターを除いて、非常に滑らかな表面に覆われていることが判明した。ありがとうございます。